What's up? どうも、しもです。まあ、初めての人もいると思うんですけど、個人的にめちゃくちゃ久しぶりです。今日は9月30日月曜日です。休みなんで久しぶりに Vlog でも撮ろうかなと思ってんやけど、カメラどうしようかな。ちなみにこれが今、iPhone 16 Pro じゃないわ。まあ、言うぞ言っとんね。iPhone 15 Pro の内カメです。で、これが外カメです。違いわかるか。で、最後にこれが一眼キャノン EOS KIS-X9。 まあ行けるところは今日これで行こうか。まあ今日起きたんがちょっと12時で割と遅めで、でもう2時過ぎとるからそろそろ向かいたいと思います。お買い物。今日は見ての通り曇り、絶好のお出かけ日和やね。せっかくの休みやで、なんかいろんなとこを見ていきたいなと思うんやけど、今日ちょっと時間制限があります。タイムリミットあります。今日午後7時から9時の間に荷物が届くから、それまでに帰らなあかんっていう、なんね、もっと早く起きんねんっていう話なんやけど、もう2時半になりかけてます。でここから一番近い、まあ、いろんなものある場所っていうのは池袋なんやけど、30分くらいかな。で時間制限あるからちょっと買いたいものとかいろいろリストアップしてまとめてあるんで、とりあえずそれを目標に買い物行きたいと思います。池袋ご乗車ありがとうございます。はい、ということで池袋到着しました。東口ちょっと見えにくいけど端っこで喋っております。これとりあえず緊急報告すると、6月頭から先週ぐらいまで、まあ、大体4ヶ月間ネットフリのドラマの撮影に行ってました。その間ちょっと動画、まあ、ちょっとね何現場でその撮影中の撮影みたいなちょろっと撮らせてもらったけど、まあ、もちろんそんな SNS とかにあげるやんから、まあ、とりあえずちょっと宝物的な、まあ、そのドラマが公開された頃にちょっとあげようかなっていうのは思っとってってな感じで、いろいろ動画素材溜まってます。来年ぐらいちょっと楽しみにしててください。で、まあ、4ヶ月ぐらい撮影行ってたから、5月末に髪切ってからずっと髪切ってないから、もうこんな伸びっぱ、横だけ自分でちょっとバリカン買って短くしたけど、明日から10月やからまた来月中に髪切りに行きます。で今日は先言った7時には家におらなあかんっていうのは、ちょっと荷物が届くんやけど代引きやから現金必要で、まず ATM に向かいます。でそっからまあ、いろいろ買い物したりとか、でまあ、7時には家におらなあかんから6時20分ぐらいかなにはもう帰らなあかんってことで、今3時です。あと3時間、まあ、いけるっしょ。まず ATM へ向かいたいと思います。 ATM でお金下ろしだから、これで無事に荷物受け取れそうです。まあ多分動画の最後の方になると思うから、受け取るまで見届けてください。ということで次松木を薬局行ってきます。まあ、ユニクロあるな。ユニクロ仕事でも着れるようなちょっとラフな、いやラフなんていうの、そう普段着じゃなくて使い古してもいいようなプリントティーでちょっと欲しいんさな。後でマスキングの後でユニクロ、あ目の前にあるし行きます。うん、強いじゃない。なんか知ってるやつがいるけど、本物かやつは。はい、マスキを行って日用品買って、歯ブラシとか化粧水とか洗顔とか買って、まあ、3000円ぐらいで、ユニクロ行って長袖1着と T シャツ半袖1着と、まあ、2000ちょいぐらいで、さっき乾電池買ってきたんやけど単4、8本入りで1000円ぐらいして、電池こんな高かったっけみたいな。でまあ結局今日ここまで7000ぐらい使っております。で今池袋駅の方に戻ってきたんやけど、今日、30日は記念日ということで
すごい。お日は毎月記念日祝うわけですよ。今日俺休みやからケーキをね買っていこうかなと思います。で、食べたことない店のショートケーキが食べたいっていうリクエストをもらったんで、ちょっと調べて池袋駅の中にある店、百貨店みたいなとこ、地下にあるやつのとこ今から行ってきます。雨がポツポツと降ってきました。午後5時です。無事にケーキ買いたいん。なんか全然聞いたことない名前のお店やったけど、美味しそうやったし、彼女の好みっぽかったから、まあ、買っちゃうよね。記念日の定義がさ、本当あれなの。毎月毎月は記念日と、まあ、本当に何年記念っていう記念日もあるから。だけど、まあ、今回はその毎月祝ってる記念日ね、毎月祝うやつに関してはカットのケーキを、まあ、何種類か買ってそれを一緒に分けるっていうんやけど、まあ、何年記念日とかはもうホールケーキとか買って、あとはクリスマスとか新年祝いとか、そういうでっかいイベントの時はホール買う。待って、何ヶ月専門2年目からで1、2、やば、怒られる。いや、言うてみ、彼女ももう2年目ぐらいから覚えとる。多分さ、怒られる。はい、来月で3年。で、今日はその1ヶ月前、今リクエストのショートケーキと個人的に気になったチーズケーキ買えたから、食べとるところ取れるかどうかわからんけど、まあ買いました。で、今5時でちょっと予定より早いから小腹も空いたし、ロッテリア、さっきちょっと通りかかっちゃったから、ロッテリアの月見バーガー食べたいと思います。もうね、マックとケンタッキーは食べた。ケンタのはうまかった。マックはまあこんな感じかって感じ、いつも通りみたいな。で、ロッテリアのは食べたことないから気になったんで行ってきます。まあお約束、角の席でございます。ロッテリア自体あんま食わないから。で、セブンアップがあるのは驚きました。なかなかある店ないよね。山田で半熟月見バーガー。年一番やからめっちゃ近く感じるよね。これ一応18ミリだよ。半熟月見バーガーインロッテリア。意外とシンプル。全然見えへんの、みんな。バテリ焼きバーガーに半熟目玉焼きが乗ってるだけって言っちゃだけないけど。普通に照り焼きソースやな。じゃあ、いただきます。なるほどね。マックの照り焼きバーガーはソースちょっとピリッとしてるんよ。わかるかな。ちょっと個人的に辛さ強めみたいなスパイス効いてる感じだけど、マックが辛甘やとしたらロッテリアは甘辛みたいな。今何言ってるかわかると思う。甘さ強めでピリッとした感じ、スパイスな感じはなくて、ちゃんと半熟や。バー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 、あふれてますよ。今回サムネって言ってないけど、どうしよう。美味しい。バンズのね、ふわふわ感、柔らかい感じ好きになる。これ美味しい。帰りね、思ったんやけど、電車で頼み替えあるし、
宿駅から家まで歩くのはちょっとだるいから、まあ、雨降っとったりしたら傘持ってないし荷物増えたし、ね、濡れたくないでバスで帰ろうかなって。時間調べなあかんけど、まあ、今やったらまだ全然間に合うし、まあ、バスやったら電車より家より近くで降りれるからあんま濡れずに済むんじゃないかなって。あと家帰ったら荷物待つのと彼女の帰りを待ちつつ、ヒロアカと推しの子を先週の分まだ見てないから見て、まあ、号泣確定。もう電車遅延しとるよ。正直ね、バスの方が安いんよ。10分も長くかかってしまうけど。言うてあと1時間あるしな。じゃあバスで帰ろうか。バスで30分ぐらいですか。面白い角度やな。テーブルの上に一眼用のトライポッド立てて写真見せるわ。でめっちゃ斜め上。はい、チーズ。はい、こんな感じです。ここで1時間潰すのちょっともったいないな。一旦止めます。こんなでかいやつ買うのは初めてです。ついポチっちゃった。いつあれ6月ぐらいかな、配給の映画公開されたぐらいかなにポチっちゃったフィギュア届きました。届きました。やばい。まあ、まずこれ裏表紙ね。すいませんね、ちょっといろいろと情報が多いと思うけど。横、はいはいはい、じゃーん、クロー哲郎。まあ、なんでクローにしたかというと、声優さんがね、はい、ヒロアカのホークスとキャプテンアメリカ吹き替えやってるんですよ。ということで、そういう共通でクロー好きになりました。いや、イケボだし、もうキャラクター自体も好きだし、めっちゃいいキャラしてるんですよ。配給まだ見てない方はぜひ見てください。もちろん日向も好きなんやけど、猫魔のクロウが個人的に一番かなと。うわーうわー、開けちゃうよ。これはもう惜しみなく開けちゃうよ。これはもう開けるために買った8分の1スケール。ここはもちろん丁寧に残しておきます。新品の匂いがする。新種の匂いがする。てか、ちゃんと映ってる？はい。仕事道具が見えると。すいません。わー。わーって感じ、本当に。こんな丁寧に梱包していただいて本当にありがとうございます。さすがです。すいません、なんかこんな床の上でテーブルの上がちょっと散らかりすぎて映せないっていう、申し訳ない。あー、うわー、すごっ、あ、すごっ、枝。はい、後でちょっと見せるんでちょっと待ってくださいよっ。はい、下から支えれば大丈夫。ちょっと照明が足りてへん。照明足りてへん。大丈夫？近すぎる？ピント来てる？上に黒猫いる。袖に猫かわいい。今ちゃんと猫マンのジャージ。わかる？わかるよ。この色やばくない？影ついとるところちゃんとさ、黒く塗ってやんの。ちゃんと暗くなっとんの。で、このさ、ユニフォームのさ、シワとかさ、やばくない？もうイラストまんまって感じ。やば。
かもちゃんとイケメンやし、当たり前か。やば、でも後悔ないっすわこれは。はい、枝わかる。ちょっと飾る場所を決めてあるんで一旦そこを置きます。すごー。はい、棚の上置きました。猫も象徴するこの猫とイケメン美女のクロウくん、いいね、猫もね、からの劇場入場特典のビジュアルボード。いや、いいね。で、ムビチケね。本当はこの研磨と翔陽の2人のやつが欲しかったけど売り切れてて、メインビジュアルのムビチケにしました。いや、いいよ。ちょっと ディズニー色似てるからちょっと置いてみたけど、いや、元からここに置いてあったからあれなんやけど、はい、ね、いろいろ置いてあります、ここ。これでか。普段出ない声量が出るこのクオリティ、えぐいですね。でなわけでちょっと、はい、ここにいろんなもん置いてあるけど、ちょっとここに飾らせてもらいます。ちょっとホコリかぶったりすると思うから、ちょっと上チュチュチュと定期的に掃除したりとか。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画いつ撮るかわからんけど、まあね、撮影の合間、10月11月は CM の撮影とか行ったりで、12月に丸1ヶ月ぐらい撮影行ってきます。でまた年明けはどうなるかわからんけど、まあ、ちょくちょく CM 入れながらドラマ2、3ヶ月とか行ってみたいなっていう気持ちはあるから、まあそれはまあ今後ね、後々はい、話できるタイミングにしたいと思います。ってなわけで、今日はまあ盛りだくさんな内容で、丸一日の休み、まあ、久しぶりの休みやったからこんな感じ。結構休み何日もあると、まあ一日家におったりとか結構あるから、まあまあまあ、まあ、毎日こんな感じではないよっていう。いや、めっちゃ満足度高いよこの日、今日はこの休みめちゃくちゃいいよ。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 This is Simo and I see you guys on Simo's Life. Bye bye.